みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。スーパーノヴァ！無限ザ・ハンド！我ら、ジェネシスこそが最強ということだ。進化した無限ザ・ハンドが簡単に破られてしまうなんて。1対2と、ライモン再びジェネシスにリードを許してしまった！これが訓練で強くなった人間の力だというのか。ジェネシスこそ新たなる人の形、世界を支配する真の力を持つ者たち。俺たちの大好きなサッカーを悪いことに使うな！つながりよ、広がりよ、日が沈むまで夢中で追いかけた、ただ競い合ってたね、僕と仲間たち、認め合って一から合わせに、ほら一の力が数百倍に、一の敵が相手だろうと仲間と共に勝ち向かって、絶対に掴み通る勝利とでかい夢、この手にでお送りします。最終決戦ザ・ジェネシス後編、大好きなサッカーを汚すな。どういう意味ですか。力とはみんなが努力してつけるものなんだ。忘れたのですか。あなたたちもエイリア席でパワーアップしたジェミニア・イプシロンと戦うことで強くなったということを。そう、エイリア石を利用したという意味ではジェネシスもライモンも同じなのです。ライモンもすっかりメンバーが変わり強くなりましたね。ですが道具を入れ替えたからこそここまで強くなれたのです。我がエイリア学園と同じく弱いものを切り捨て、より強いものへ入れ替えることで。ふざけるな。弱いからじゃない。いいえ、弱いのですよ。だから怪我をする。だからチームを去る。実力がないから脱落していったんです。違う！彼らはあなたたちにとって無用の存在。違う、違う、違う！あいつらは弱くない！絶対に違う！俺が証明してやる！かましたね、遠藤！遠藤君があんなプレーを。まるで怒りをぶつけているだけ。遠藤、ドア！やれやれ、これが私を倒すため作ってきたチームだというのですか、瞳子。遠藤君、キーパーに戻りなよ。君がキーパーじゃないと倒しがいがないよ。無限ザ・ハンド！
の五円寺と吹雪までも体を張った！全員でカバーしなければならないキーパー。君たちの弱点であり、敗因となる。あいつらは弱くない！俺が証明する！ジェネシスの猛攻！一体と勝ち越されたライモン防戦一方だ！ボールをよこせ！エンド、あんなキャプテン初めてっす。エンド君、ここで前半終了！ジェネシス1点リードでハーフタイムに入ります！遠藤君、風丸たちは弱くない。俺が証明します。しなきゃならないんです。俺が。私も最初はそう思っていた。私一人の力で父の目を覚まさせようって。監督？でもできなかった。誰かの心を、考えを変えさせるなんて大変なこと。一人の力でなんてとてもできない。ただ一人では無理でも、みんなの力を合わせればどんなことでもできる。それを教えてくれたのは遠藤君、あなたたちよ。俺たち？そうだよキャプテン。僕を間違った考えから解き放ってくれたのもライモンのみんなだ。エンド、怒っているのはお前だけじゃない。俺たち全員、ここに来れなかった奴らの気持ちを引き継いでいるつもりだ。ゴーエンジ、キド、そいつらが弱くねってことを証明しようぜ。やろうエンド、一緒に。うん。みんな一つになったな。絶対に立ち向かい、頼んだぜ。はい。後半開始。1対2とリードされているライモン、ジェネスの強烈な攻撃と鉄壁の守備にどう立ち向かうのか。キルト、君に俺を抜くことはできない。なんとエンドフェイントでグランをかわした。前半とは違うというわけか。それで我らジェネシスにかなうと思うな。ライモンの連続パスにジェネシス触れることができない。前半とは全く逆の展開だ。なんだ、どうなっている。俺には仲間がいる。ここまで一緒に戦ってきてくれた仲間がいる。新しく加わってくれた仲間がいる。いつも見守ってくれた仲間が。俺たちの強さはそんな仲間たちと共にあるんだ。仲間がいれば心のパワーは100倍にも1000倍にもなる。
間を思う心が彼らをレベルアップさせているというのか。俺には父さんがいる。父さんさえいれば仲間など必要ない。スーパーノヴァ無限ザ・ハンド。メガトンヘッド！いっけー！これも仲間を思う力だというのか。ありえない！スーパーノヴァ！立て、立ち向かい！遠藤さん、ダイモンのキーパーはお前だ、立ち向かい！ライモンのゴールを守るのはお前なんだ。行け、立ち向かい、立ち向かい。みんなのゴールを俺が守れ。現在ハンター取った。なんだと。立ち向かい、スーパーノヴァをキャッチ。ありえません。奴らはどんな力を使っているのです。エイリア石以上のものがあるとでも言うのですか。やったな、立ち向かい。はい。このままでは。グラム、リミッター解除。リミッター解除。父さん、そんなことをしたらみんなが。おじけづいたのですか、グラム。あなたにはがっかりです。ウルビダ、お前が指揮を取りなさい。はい、お父様。父さん、嫌な予感がする。いよいよか。リミッター能力を超えている。これがリミッター解除なのか。人間は体を守るために限界を超える力を出さないよう無意識に力をセーブする。ではその全てを出し切れるとしたら。バカな、そんなことをしたら彼らは。筋肉は悲鳴を上げ、体がボロボロになってしまう。父さん、今すぐやめさせて。そうさせたのはひとみ子、お前なんだ。お父様の望みは私たちの望み。これがジェニス最強の必殺技だ。ジェネシスは最強であらねばならないのです。お前たち、これくらいお父様のためなら。そう、父さんのため。なんだよこれ。ヒロトですジェネシスですら道具なのかよ。
俺も仲間を思う力。何をしている！ジェネシスは勝たねばならないのです。人の心が生み出す力。ゴエンジ！ゴエンジに通らない！ジェネシスも必死だ！このボールは絶対に繋ぐ！フムキ、お前の魂受け取った！ケネス！スターム！時空の壁！パワーアップしているだと！ネロ！コースをそらすせいだ！まだだ！なぜ決まらない？わからないでしょう、父さんには。彼らのサッカーにはハートがある。津波さん、壁山、コブレック、なんだ、感じる。このボールにみんなの思いを感じる。そうだ、これはここにいる人たちだけじゃない。サッカーを愛するみんなの思い、互いに仲間を思う心の力、これか。このことだったのか、じいちゃん。お父様のために負けるわけにはいかない。止めるのです、何としてでも。